はい、どうもこんにちは、こんばんは、テッドです。よろしくお願いいたします。それではマインクラフトをやっていきましょう。前回ドラゴンクエストモッドの3の方をやってたんですけれども、ドラゴンクエスト4を入れることができたので4の方をやっていこうと思います。はい、まずはこのアイテムを、ダイヤモンド最初からもらえるの、マジかよ。ボーナスチェストありにしたらダイヤモンド入ってた。エンチャントのビートが入った。これ経験値のやつだよね、これね。まずはね、導きの書を読んでいきましょう。書物を読んだ。書物は職業について記されていた。この書物、この書物に就きたい職業を明示をさせれば願い叶うであろう。ただし、導きの書で転職できるのはたった一度きり。よく考えることはさあ選ぶがよい。3と一緒かな。なんで、戦士でいきます。OK。ドラクエモッド世界について、バニラモンスターを倒しゲートブロック14をゲットせよ。火打ち石と内金を1個、鉄印ごと3つ、火薬1個、石炭4は木炭4からゲートの火種を生成せよ。で、作り方書いてあって、2つが交わりし時、時は開く、時はじゃねえ、道は開かれるであろうということですね。なんでまずはね、バニラ世界で素材を集めてから、まあドラクエの世界に行って戦うみたいな感じですね。なんでこっちでちょっといろいろやっていこうと思います。で、素材集めるまではカットです。はい、それではですね、ちょっと隣の村を全部フェンスで囲いまして、で、まあそこそこ戦って、レベルがね上がって、レベルがもう5まで上がってますゾンビとかスケルトンとか倒しただけでレベルが5まで上がってますね。で、ブランチもちょっとやって材料集まったんで、なんだっけ、ゲートの火種だっけを作っていこうと思います。石炭と鉄と火打ち石と火薬、来てきた。なにこれ、なんか人人みたいな形してる。これで緑ゲートの火種、着火ゲートブロックに右クリック。多分14個って言ってるから、あのネザーみたいな感じだろうね。14個手に入れ、さっき手に入れたよ。あ、手に持たなきゃいけない。ゲートの火種を手に入れたってのは出ないんだ。そしたらじゃあどこに作ろうかな。あれ、中に、ね、中にいる？あ、外か。そうだ、ここにしよっか。最初のゲートブロック、ここはね、ブランチ上なんで、ブランチの隣に。じゃあ、じゃあ置いていきましょうか。OK。で、着火。きた。よし、これでドラクエの世界に入れる。導きの書をちょっと読んでみる。あ、まあこれだ。 OK、 行くぜ。
中実績解除だってランク1の世界へ。え、何？なんか遺跡から始まったんですけど。え？なんか遺跡っぽいとこから始まった。あ、早速いるね、敵が。え、でも夜だからちょっと怖いな。そっか、朝になってから来なきゃダメだね。さっき作ったんだか土台まあいいや。でこれの周りを囲わないとね、あっちの世界に行っちゃうので周り囲いたいんだけど、ちょっと先にベッド作ろう。一応マイクラ世界のベッドを先に作ります。朝にならない。そうなんだ。じゃあこっちの世界で朝にしなきゃいけないの。じゃあこっちの世界でもベッドを作ろう。羊がね、周りにいっぱいいるんでね、まあ、羊毛は大丈夫だと思います。サイド、OK です。あそこにもなんかあるね。来たよ。で、結構こういうね、建物系はね生成されるらしいですね。なのでピンって言ったら多分ね、柱の向こう側にいる。あれ、いない？キラリーンって言ってるのは何？このピンっていう音は敵が気づいたよっていう音なんですけど、ピキンキラリーンって言ってんだけど。え、これダンジョンじゃないのかな。これこれ中入れたりしない？しないか。ちょっと壊してみようか。一応ちょっと探してるんだけど、なんかでもなんか錆びれた感じだよね。なんか音が大きくなってる。なになになに、怖いな。ここは入り口っぽいんだけど、特になんもないんだよな。なにこの建物。何このキラリーンってのは超気になるんですけど。ちょっと掘ってみるか。掘っていいか分かんないけど、ちょっと正面掘るのはちょっと気が引けるんで、横から。ない感じだな。土だもんね、これ。なんもないじゃん。なんもないじゃん、これ。えらい大層な建物なのに。あれ？気づいたけど、消えてるね、敵が。
敵が消えた。まさかアンチか、ここ。え、敵が消えたよ今。これアンチなんじゃない、ここって。いいところに出たじゃないか。あ、ほらほら、消えた消えた。ここ安全地帯だ。これはラッキー。来るんだけど、ほら消えるんだよ、ここに来たら。うわ、いいとこ出た最初に。ラッキー、超ラッキーだよ。よーし、そしたらじゃあ、まあ拠点はここだね。拠点はこことして、ちょっとね、冒険に出たいと。あそこちょっと気になる、あの建物。これジャングルじゃない、これ。この木材と敵がいっぱい。ドラコスライム危ない。そうだよね、知ってる。ドラコスライム危険だ。木を盾にドラコスライム倒す。羽を狙って。危ない危ない。おっと、びっくりした。おっと、また湧いた。このコンボはちょっと、火はね、ほんと強いからね。ドラゴスライムだけ来ねえ。ちょっとおバカなのかな。レベルアップしたら体力回復するんでね。よし、レッツゴー。何これ、何ここ、何ここ。何これ、何これ、ダンジョンここ。早速ダンジョン。ダンジョンっぽくね、これ。湧いてるもんね、だって明らかに。敵の脇がおかしいもん、量がおかしいもん。ダンチでレベル上げ。うわ、早速ダンジョン見つけちゃった。何こいつ、なんかチラッと見てくるんだけど。何、あ、毒か。待って、ちょ、ダンジョン以外で出てきませんってことはダンジョンじゃないのかな。で、ダンジョンは光で湧き潰しができるんで。あ、また落ちちゃった。落ちちゃったんですけど、え、ワープ？何これ、ワープできんじゃん、これ。魔法の渦がある。これなんだ。これスポンブロックじゃね？違うか。あ、違うわ、こっちも。え、ワープじゃないこれ。危ねえ、危ない危ない。行くととかってじゃないか。やべ、次こういくらったら死ぬ。次こういくらったら死んでしまう。薬草食べて、ちょっと一回塞いで行って、
ってみますか。戻ってこれるかな。これなんかね、小さい何かがあるんだよ。これ何？壊せるし。でもなんか壊しちゃいけないっぽいよな。行ってみるか。帰ってこれるかな。行け。旅の通りに向かって右クリックしてください。ダンジョンつったよな今。これは壊せないんだ。こういうダンジョンか。あ、緑のとこに来た。ん？また違うとこに出た？違うとこに出たけど何もない。うわ、迷子になるなこれ。光モードにするのはいいんだけど、この光どうやって補充するんだろう。なんかね、松明で補充できるって書いてあるんだよ。光を補充できるアイテムで松明ってあるんだけど、松明持ってるんだけど、どうやって補充するの。クラフトかな。違う。で、どっちから来たっけ。あ、こっちから来たよね。黄色いってマジ気になるんだけど。あ、最初の方持ってきちゃった。うん？お、宝箱だ。信じていいのかな。薬草ゲット。待って、最初から俺ダンジョン行くと思わなかったな。あれ確かね、宝箱はね、中にこうやってアイテム入れた状態で、アイテムを入れた、ちょっといらないアイテムだけしよう。アイテムを、あ、バイオートもゲットしてる、ラッキー。入れた状態で壊す。あ、ダメだった。持ち運べるって言おうとしたの。階段があって、あ、最初のとこ、これ最初のとこに出た。ちょっと待って、一回帰ろう。まずい。あー、死んだ。 OKOKOK いいよ。よし、今だ、回収だ。いろいろゲットしたから。こんなもん？こんなもん？よし、帰ろう。ちょっと一回帰ろう、あの神殿に。安全神殿に。ちょっと経験値いっぱいあるけど。帰ろう。よっ。ほっ。あー、帰ってこれたー。なんかちょっとロスしたけど、まあいいでしょう。フィギュアとかもゲットした。ちょっとチェストを。この辺平らにしてえな、この辺。ふう、宝箱もゲットしたからね。これもチェスト代わりに使えるんで。どうしよう、宝箱の方にドラクエアイテム入れるか。じゃあ、なんかいろいろゲットした。言うてもこんなもんか。ちょっとペットはまだゲットしてないんで、ペット系は入れときましょう。
神話キャットの着物かわいいな。バイオードはでかいな。でもしかももうすでに次のゲートブロックゲットしてるっていう。ちょっと一回アイテム整理。はい、というわけでですね、もう一番最初からまさかのダンジョンを見つけてしまうということでやってみたんですけれども、攻略まではね行ってないと思うので、次回ねもうちょっと中を探索して攻略していこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。